もし前田利家が徳川家康より長生きしていたら。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり機構は、もし前田利家が徳川家康より長生きしていたらについて紹介していこうと思います。家康を止められたただ一人の男、それが前田利家です。若くから信長に仕え、秀吉が最も信頼する大老となりました。しかし、秀吉が亡くなった時、家康に対抗できる唯一の人物となりました。もし利家が家康より長生きしていたなら、今回はそんなイフストーリーをお届けしたいと思います。果たして、利家がいても家康は動くのか、また豊臣家の命運とは、どうぞお楽しみください。秀吉死す、反目し合う利家と家康。まずは史実に基づいてお話を進めていきましょう。慶長3年、1598年、天下人として君臨した豊臣秀吉が亡くなりました。その臨終の直前に家康と利家は大老主座として豊臣家の行く末を託され、幼い秀頼の後見人となることを命じられます。秀頼が伏見城から大阪城本丸へ移り、翌年元旦には諸大名が年賀の礼を行いました。利家は森役として出席し、幼い秀頼を抱きながら上段に座ります。本来なら長年患ってきた病で体調を崩していた利家ですが、亡くなってしまってはストーリーが成り立ちません。ここでは健康だったという前提にしておきましょう。さて、官位で言えば家康は内大臣、利家は大納言ですから、家康の方が格上でした。また、石高においても家康が倍以上あったこともあり、当時から五大老筆頭は家康だという認識があったようです。高い地位にあるためか、それとも利家が下に見られていたのかは不明ですが、家康は独自の動きを見せるようになります。それが有力大名との婚姻策でした。福島家、八須賀家、肥後加藤家と次々に縁組を行い、さらに東北の雄、伊達政宗の娘を松平忠輝に嫁がせます。また家康は有力大名の屋敷をたびたび訪れては懇意にし、自らの親派を増やす行動に出ました。もともと秀吉は大名間の縁組が同盟関係につながることを恐れ、恩掟を定めて大名間の婚姻を禁じていました。家康はあえてこれを破ってみせたのです。こうした動きに対し、石田三成ら五奉行が中心となって家康を糾弾。利家もこれに同調しました。彼らは大いに怒り、婚姻策を斡旋した今井宗君を死罪にせよとまで息巻いたほど。一方家康も負けてはいません。門跡にやってきた堀尾義治らを追い返し、宗君を死罪にするならば合戦も辞さずと反発しました。利家陣営、そして家康陣営それぞれに諸大名が集まる形となり、事態は一触即発の状況を迎えます。この段階で折れたのは家康の方でした。最終的に恩掟への違反を認め、伏見城を出て対岸にある向島城へ移ることで和解したのです。この反目の結果、豊臣帰下にある大名たちの騎士が明らかとなります。利家に味方するのは五奉行のほか、毛利輝元、上杉景勝、宇喜多秀家の三大老、そして利家を警護する加藤清正、細川忠興ら豊臣恩子の大名たちでした。一方家康陣営には、池田輝正、福島正則、東道高虎、黒田長政など、早くから家康に接近していた大名たちが味方についています。水面下で動く家康の思惑とは？両者の和解がなったのは慶長4年1599年2月のことですが、史実ではちょうど1ヶ月後に利家が死去しています。消化器系、もしくは胆嚢の癌だったという説がありますね。ただし、利家の健康に不安がなかった場合、これからも元気に生き続けるでしょう。なんせ利家は62歳。
確かに老齢とはいえ、若い頃から戦場で鍛えた肉体はまだまだ頑健だったことでしょう。本来なら利家の死後、嫡男利長にプレッシャーをかけたり、上杉景勝にイチャモンをつけるなど、やりたい放題の家康だったはずですが、前田利家という目の上のたんこぶがいる限り、好き勝手なことはできません。利家め、早うこの世から去らぬか、なんて家康は念じていたかもしれませんが、利家が元気なうちは手の打ちようがないのです。もちろん関ヶ原の戦いなど起こりようがありません。そこで家康は表立った多数派工作から関東を中心とした勢力拡大方針へと切り替えます。まず東海地域にいる大名は豊臣系の大名が並んでいますから、これを調略するのは少し難しい。そこで信濃の大名である京極高友と戦国秀久を陣営に引き入れました。特に秀久など陣狩りの恩がありますから、味方にするのはたやすいでしょう。さらに北陸に領地を持つ前田利家を牽制するため、越後の堀秀春、飛騨の金森長近、信州の石川康長を引き入れます。また会津の上杉景勝に対しては、東北の伊達政宗、最上義明、南部信直らと通じ、北からプレッシャーを与える体制を整えました。下野の元大名宇都宮国綱を仕官させたのもそのためです。ことが起これば下野で挙兵させ、南から上杉を牽制させるつもりでした。これらは早くから家康に接近した大名たちですから、まずは労せずして北信越、関東、東北の要所を固めることができるでしょう。しかし西日本となると簡単にはいきません。毛利、宇喜多といった大大名が控えていますし、畿内周辺には味方になるべき大名はほとんどいないはずです。家康死す。その時利家は、利家が健在である限り、豊臣政権に動揺は見られないことでしょう。家康が武断派の大名を焚きつける可能性もありますが、仮にそうなったとしても、利家の存在が不穏な動きを押さえつけるはずです。また、武断派自体、利家派と家康派に分かれていますから、いくら三成憎しとなっても、結束はおぼつきません。秀吉が亡くなってから7年後の慶長8年、1605年、家康は秀忠に家督を譲ります。これで、利家、家康ともに隠居の身となったわけですが、決して政治の表舞台から姿を消したわけではありません。引き続き大老を務めており、奇妙な冷戦状態が相変わらず続いていました。また同年、秀頼は12歳で右大臣に昇進し、さらに2年後には太政大臣に就任、翌年には関白となります。ちなみに平安時代末期には藤原の元実が16歳で関白になっていますから、秀頼が若すぎるということはありません。亡き秀吉が残した位里地は全国に200万石以上あり、各地の金山銀山も抑えていますから、やはり豊臣家は日本一の大金持ちでしょう。こうして家康が手を出せぬまま、いたずらに時は過ぎていくのです。慶長から年号が改まった元和2年、1616年、ついに家康は天下への宿願を果たせぬまま死去。75歳で生涯を閉じました。結局、大阪の陣も起こらぬまま豊臣の世が続いてしまったわけです。ところが、家康が死んだことで安心したからでしょうか。利家もまた数ヶ月後に亡くなります。秀吉がこの世を去ってから18年間、ずっと若い秀頼を支えてきた晩年でした。こうしてライバル関係にあった二人はこの世からいなくなり、ようやく豊臣政権も盤石かといえば、もちろんそんなことはありません。最有力者の死によって、これまでチャンスを待ち望んでいたものが動き出すのです。新たな闘争が勃発。キーポイントになった人物とは。利家と家康が亡くなった時、多くの大名家が代替わりしていました。加藤清正、浅野義長、池田輝政らが相次いで亡くなり、福島正則や
蜂須賀家政らも隠居生活に入っています。一方、相変わらず現役で頑張っている大名もいますから、この時期はちょうど世代交代の過渡期だったのでしょう。ところが、現役でかつ意気健康、戦国の気風の中で生きてきた大名がいます。それが仙台の伊達政宗でした。政宗は徳川と深いつながりを持ちつつも、密かに中央へ進出する好機を狙っていたのです。そして彼の予想より早くその時がやってきました。利家と家康の死後、彼らがいたおかげで波風も立たず豊臣政権が運営されてきましたが、ストッパーが外れたことにより政権内での内部構造が勃発するのです。まず利家になり代わって発言を強めたのが毛利輝元でした。輝元は宇喜多秀家をはじめとする西国大名たちの支持を獲得し、秀頼の後見人として名乗り出ます。一方、これに異を唱えたのが上杉景勝と前田利長でした。秀頼の後見人はあくまで前田家が務めるべきであり、これは亡き秀吉の意思でもあると主張したのです。利家対家康の冷戦が終わったと思ったら、今度は毛利宇喜多対上杉前田による対立構造へと様変わりしたわけです。一方、父の後を継いで大老となった徳川秀忠はこの争いをあえて傍観していました。あえて家中の栗を拾うまいと考えたのか、それとも単に巻き込まれたくないと思ったのか、また他の大老に比べて秀忠の存在感は薄く、亡き家康の威勢とは比べるべくもありません。そんな様子を見た政宗は江戸にいた秀忠の背中を押しました。江戸中納言様、ここはしっかり仲介なされよと。政権内の争いを調停することで徳川の存在感を示せというわけです。早速秀忠は政宗を伴って江戸を立ち、大阪へ向かいます。さて、秀忠の到着後、大阪城西の丸では大老たちの会談が始まりました。秀忠を除く四大老たちはその場に居合わせている政宗の姿を見て驚きます。これはしたり、ここは関白様をお支えする年寄りたちが集う場、陸奥守殿をどなたが呼ばれたのか。秀忠は、私が呼んだのです。陸奥守殿は亡き太閤殿下から受けた恩も深く、高麗の陣でも奮戦されたお方。何の不都合がありましょうや、とすかさず答えました。他の大老たちはしぶしぶ納得し、早速誰が後見人にふさわしいか、そんな話し合いが始まります。ところが、いずれも自分の考えを曲げずに主張を繰り返すばかり。一向に結論が出ぬまま時間だけが過ぎていきます。議論が平行線となる中、ついに政宗が口を開きました。関白様のご正室は江戸中納言様のご息女、私は中納言様こそ後見人にふさわしいかと。正室が千姫である以上、幕府の秀忠が後見人にふさわしく、ご大老筆頭になるべきだと説いたのです。当時の武家社会でも血筋が最も重要ですから、政宗の言葉は芯をついています。そしてこの一言が決定打となり、思わぬ実験が秀忠のもとへ転がり込んできました。父のようにやれるだろうか。秀忠の不安をよそに、豊臣政権は新しいフェーズを迎えたのです。そして内乱へ。その時政宗は、豊臣秀頼は25歳になっていましたが、実際の政は相変わらず合議制となっています。それでも豊臣家が持つ大きな経済力をバックに、政治は比較的安定していました。ところが、政権争いで秀忠に敗北した形となった毛利輝元は、密かに巻き返しを狙っています。徳川と伊達が組んで出てくるとは思いもよらなんだ。なんとかしなければ。やがて輝元にとってチャンスがやってきます。元和4年1618年のこと、毛利家に属する船が航行中、伊予藤堂家の軍船といさかいとなって戦闘に発展、一方的に沈められてしまったのです。
怒った毛利側は藤堂家に対して猛烈な抗議を行い、責任者の処罰を求めました。一方、藤堂高虎も負けずに抗弁し、毛利方が悪いのだと主張します。こうして争いは決着を見ないまま、武力衝突寸前にまで発展しました。こうなると秀忠も見過ごしにはできません。藤堂家は早くから徳川に味方した大名ですから、高虎の肩を持つのも当然のこと。まず輝元に対して矛を収めるように命じました。すると輝元は激高します。なぜ毛利にしか言わぬ、先に手を出した方をいさめるのが筋であろう、と大きく反発したのです。さらには、弓矢を持ってお相手いたす、早々に軍勢を差し向けられよ、と言い出す始末。ところがこれは輝元の周到な誘いでした。もし秀忠が討伐軍を率いてくれば上々。宇喜多をはじめ西国大名を味方につけた毛利ですから、勝つ見込みの方が高いでしょう。また秀忠が折れて妥協することも考えられます。そうなると秀忠は弱気を天下に見せることとなり、相対的に立場も弱くなるはず。輝元はそこまで見越して挑発したわけです。もしかすると吉川広家あたりの入れ知恵があるのかもしれません。一旦広島城へ立ち退いた輝元に対し、秀忠は前田上杉と協議の上、討伐軍の編成に取り掛かります。これも伊達政宗の進言によるものでした。さて、7万という大軍で西国へ向けて出陣した東軍ですが、相手は毛利宇喜多を中心とする西国5万ほど。彼らに心を寄せる者もいるはずでしょう。秀忠にとって痛かったのは、秀頼からのお墨付き、すなわち公認が得られなかったことでした。あくまで大名同士の私戦扱いとされたことで、中立を決め込む大名が多くいたためです。さて、両軍の衝突は播州姫路で始まりました。ちょうど宇喜多に組する木下信俊の領地のあたりでしょうか。やがて乱戦となりますが、戦況は一進一退のまま進捗せず、どちらが優勢か見分けがつかないほど。本陣で戦況を見守っていた秀忠は気が気ではありません。もし負ければ父に合わせる顔がないからです。そばにいた政宗も、御大将落ち着きなされと声をかけますが、秀忠は右往左往するばかり。やがて前方を凝視した政宗は嬉しそうに声をかけます。おお、敵の帰り中でございますぞ。これでうまくいくやもしれませぬ。帰り中とは、敵方の裏切り工作に成功したということ。それを聞いた秀忠は勇み出し、馬を引けとばかりに前線へ出ようとしました。御大将、前へ出るのは危のうございます。しばらくお待ちを、と政宗が声をかけますが、一旦火がついた秀忠を止めることはできません。そのまま本陣から押し出してしまいました。秀忠の後ろ姿を見送る政宗ですが、その口元は思わずにやりとしています。すぐに真顔に戻ると側近に、手はずは良いな、と確認しました。それからわずかばかりの時が過ぎ、江戸中納言様お討ち死にの報がもたらされます。敵が放った銃弾で亡くなられた、と使い番から知らせを受けた政宗は、すぐに伝令を飛ばして上杉と前田の陣へ伝達。そしてこれ以上の戦いは無用として、一斉に兵を引いていったのです。政宗が毛利討伐をけしかけてまで達成したかった目的、それは秀忠の暗殺でした。もし秀忠がいなくなれば、自らの娘婿松平忠輝が徳川家を継げる可能性は高いでしょう。秀忠には幼い二人の男子はいますが、徳川直系の中で成人しているのは忠輝しかいないのです。秀忠亡き後、大老となった忠輝がどのような活躍ができるのかは未知数でしょう。もしかすると勢いを増した毛利に飲み込まれてしまうかもしれません。しかし忠輝を強く押し立てる限り、戦国を生き抜いてきた政宗にとって隙はありません。きっと毛利などどうとでもなるくらいに考えているはずでしょう。
他の大老を圧倒して政権を牛耳るのか、それともいっそ秀頼を滅ぼしてしまうのか、その後の行く末はご想像にお任せしたいと思います。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。